2020年6月9日に公開された関明夫さんの動画。ここでは関さんが冒頭から鼻歌を歌っており、この鼻歌は何なのかを解きなさいというクエスチョンが出されていました。もうご存知の方も多いとは思いますが、この鼻歌とはソマリア出身のラッパー、ケイナーンさんの Wavin' Flag という楽曲です。これは2010年の FIFA ワールドカップ南アフリカ大会のテーマ曲にも選ばれたことでも知られる曲なんですけれども、この歌詞にあるみんな俺を自由と呼ぶんだというフレーズがそのまま動画のタイトルに使用されていることがわかります。さらに歌詞の中には愛こそが道、愛こそが答えといったように、これまで関さんが強調してきた愛というキーワードが込められています。こういったことや以前の動画で示されていた復活せよ日本人などの日本人が一丸となって立ち上がることを促すメッセージをストレートに読み取るならば、その時に重要となるキーとは愛を持つことだということになります。おそらく関さんの動画を見て、この愛というキーワードを受け取った方もたくさんいるのではないでしょうか。さて、今回の動画では、この表のメッセージともいえる愛とは別に隠されたメッセージもあるのではないかという考察をしていきます。果たして裏のメッセージとは一体何なのでしょうか。キーワードとなるのはカナンと旗。英語ではケイナーンと発音される古代の地名カナン。カナンとは古代エジプトにおいて奴隷となっていたイスラエルの民たちをエジプトから脱出させたモーセが目指した約束の地のことを言います。キリストの昇天日など、これまで関さんの動画内で提示されていた内容が聖書との関連性があったことを考慮すると、今回のケイナーンさんの楽曲も聖書との関わりがあるものだと解釈することもできます。というのも、この Wavin' Flag というタイトルが示しているように、旗という言葉は聖書において何度も使用されているキーワードの一つなのです。では、聖書において旗とは一体どんな意味を示しているのでしょうか。それが神の象徴。先ほどモーセがイスラエルの民たちを率いてエジプトを抜け出しカナンの地を目指したというお話をお伝えしましたが、その道中においてイスラエルの民たちは何度か多民族と戦争をすることになります。その初めての争いが古代パレスチナの遊牧民族アマレク人との戦いです。この戦いにおいて、後にモーセの後継者となるヨシアが兵士らと共に戦い接戦になるんですけれども、モーセが神に祈ることによってイスラエル軍の勝利がもたらされることになります。その後、モーセは勝利をもたらしてくれた神のために祭壇を築き、それをアドナイニシと呼びました。アドナイとは主という意味で唯一神ヤハウェのことを表し、ニシとは旗や旗竿のことを意味しています。つまりアドナイニシとは主は我が旗、我が旗なる主という意味となり、旗イコール神ということが聖書において記されているんです。またですね、イスラエルの民が炎の蛇と呼ばれる毒蛇に噛まれ死者が出る事態になった時に、モーセが神の言葉に従って聖堂で蛇を作り、旗竿の先に掲げてイスラエルの民たちを救うという聖堂の蛇という話が聖書にはあるんですけれども、聖書に登場する旗竿は愛の象徴としても解釈されています。要するに、ここまでの話をまとめると、聖書における旗とは神の象徴であり愛の象徴でもあるのです。ここで関さんの強調してきた愛が今回の動画のキーワードである旗とつながってきます。さて、この神と愛の象徴でもある聖堂の蛇というシンボル。この蛇が旗竿にかけられているこの形を見て、あることを連想した方も多いのではないでしょうか。そうなんです。この形はイエスが十字架にかけられた形と酷似しています。実は興味深いことに、この聖堂の蛇とはイエスが十字架にかけられていることを予兆していたという解釈があるのです。つまり、聖堂の蛇とは十字架にかけられたイエスとニアリーイコールで結ばれるということなのです。これはイエスが十字架にかけられることで人々を救済したことと、聖堂の蛇によってイスラエルの民たちが救済されたことという意味において一致しています。そうすると、今回の重要なキーワードである旗もイエスと何か関係があるのでしょうか。キリスト教において卓球に処されたイエスは3日後に復活することになるんですけれども、実はその様子を表した宗教画にはイエスが旗を持っている姿で描かれているものがいくつかあります。このイエスが持つ旗は古代ローマ帝国では勝利の旗と呼ばれており、長らく勝利の象徴として使用されていたんですけれども、中世に入るとイエスが死に対する勝利の上復活したということから、死への勝利の象徴、そこから転じて復活の象徴としても考えられるようになります。つまりキリスト教において旗とは勝利や復活を象徴したものだと解釈しているのです。そうすると今回の関さんの動画において投げかけられていた Wavin' Flag の裏のメッセージとは、復活することで勝利が訪れるということだと解釈できないでしょうか。では誰が復活するのでしょうか。それはもうお分かりですね。スカルトは復活の象徴でもあります。このメッセージはまさに日本人よ立ち上がれという関さんのメッセージともつながり、さらには関さんの以前の動画のタイトルゴルゴダの夜明けにもつながっていきます。ちなみにゴルゴダとは貼り付けにされた場所、ゴルゴダの丘のことを示している可能性が高いので、その貼り付けにあったゴルゴダの丘の夜が明けるというのも、そこで死んだ者が復活することを意味するという解釈ができます。要するに、これまで関さんが投げていた点が、すべて復活というキーワードで集約されるのです。では、なぜ関さんは日本人が立ち上がること、つまり日本人の復活をイエスの復活と重ね合わせたのでしょうか。それはもしかすると、こちらの動画で発言していたイエス・キリストの子孫が日本にいることを暗示しているのかもしれません。ちなみに、都市伝説的に言えば、イエスが復活した後、最初に出会ったのがマグダラのマリアだと言われています。彼女はフリーメイソンの思想の根底にあるグノーシス主義において、聖母マリアと共に信仰されている自母神でもあります。また関さんは、書籍都市伝説5において、このマグダラのマリアはイエスの妻であり、彼らの血を引く女性がモナリザだと言及しています。しかし興味深いことに、マグダラのマリアには他に夫となった人物がいるのです。それが洗礼者ヨハネ。彼はイエスに洗礼を授けた人物で、キリスト教においてイエスの先駆者として位置づけられている重要な人物です。実は彼が D の石という謎めいたキーワードを紐解く鍵となる人物なんですけれども、それについてはまた別の動画で。いつも動画をご覧になってくださって本当にありがとうございます。もし少しでもいいなと思ったら、高評価ボタンやチャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。